こんにちは、ネジュです。今回の動画では、久しぶりの洗車動画をお届けしたいと思います。春になるとやっぱり洗車用品も新商品たくさん出てきますよね。その中で私が気になった商品2つをねちょっと手に入れたので、今回はそちらを使ってこの黄砂とか花粉で汚れてしまったボディを、リフレッシュしていきたいと思います。それでは今回使っていく商品を紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介するのはこちらです。モンスターベリーベリーラッシュという商品になります。こちらがコーティング施工車にも対応したボディとホイール両方に使える鉄粉除去のスプレーになります。ボディとかホイールについた頑固な鉄粉を赤茶色に変色させて除去してくれるタイプになります。でこれは、液状じゃなくてジェルタイプになるので、ボディだったりホイールにしっかりと密着して鉄粉に反応してくれる、そんな使い勝手のいい鉄粉除去剤になっています。でこの商品で面白いなと思ったところがあって、こちら鉄粉除去のスプレーによくあるあるのちょっと鼻にツンとくるような香りではなくて、こちらフルーティーなブルーベリーの香りがついているんですね。なので鉄粉除去の香りってちょっと苦手意識がある方も多いかと思うんですけど、こちらはかなり香りがねフルーティーで嫌な匂いっていうのを感じにくいです。で実際にちょっとだけ出してみて嗅いでみたんですけど、全くね嫌な感じがしなかったので、これは結構匂いに敏感な方とかそういった方にもおすすめだし、すごくよく考えられてるなと思いました。こちらは、ボディ全体とホイールをやったとしても中型車2台分の施工が可能になっています。なのでコーティングをする前の下処理としてこちらを使っていただくっていうのもいいんじゃないでしょうか。もちろん日常のメンテナンスとして足回りの清掃を含めてホイールの鉄粉除去にも使えると思います。容量は 700ml になります。そしてもう一つ嬉しいのが、プロスタッフさんの製品の中で従来製品と比較したところ約2倍の有効成分が入っています。今までの商品よりもさらにパワーアップした商品なので、頑固な鉄粉気になる方、そして夏に向けて梅雨の時期の前にコーティングをされる方も多いと思うので、その下処理とかにねこちら使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。続いてご紹介するのがこちらです。モンスターサーベラスというホイールブラシになります。持ち手が紫でモンスターシリーズらしいカラーですよね。でこちらがすっごく毛足がふわふわで毛量もとっても多いんですね。で結構ね腰もあるんだけど、ちょっとね柔らかくソフトな感じもあるので、ホイールの隙間を洗った時に結構水はねとか泡はねっていうものが従来品だと結構多いかと思うんですけど、水はねとかしやすいものたまにあるかと思うんですけど、こちらは柔らかい毛によって水はねがかなり軽減されてるんですね。で実際私少し使ってみましたが、やっぱり清掃中に水はねしてくると結構嫌なんですよね。顔に飛んできたりとかもするし、例えばホイールを洗ってる時なんか鉄粉とかが混ざった水が目とかに入ったらめちゃくちゃ怖いじゃないですか。なのでこれは本当に水はねしないしにくいっていうのが本当に嬉しいなと思います。でこの商品が大切なホイールを洗うのにすごくきめ細やかな気遣いが行き届いてるなと思って、それが何かと言いますと、この毛足自体もホイールを傷つけないような柔らかいものになってるんですけど、この先端の部分、尖っている部分が出てるんですけど、つまりこの毛をまとめてる軸ですね、この軸棒の先端の部分にここちょっとシリコンのようなホイールの傷つき防止の先端キャップがついています。こういったところの気遣いも嬉しいですよね。なので誤ってホイールの面にブスッスポークに刺してしまったとしても傷つきはね防げるかと思います。もともとねこの毛足が柔らかくて水はねはしにくいんですけど、さらにプラスアルファとしてこちらに水垂れ防止のこのヘラといいますか、こ
こちらがねついてるので水跳ねも防止してくれるし、液だれ泡とかがツーって垂れてきて手元に流れてきてしまうのを防いでくれます。なので使い勝手もとってもいい商品になります。それでは早速モンスターベリーベリーダッシュを使ってみたいと思います。ホイールのビフォーの様子がこちらになります。かなり汚れも蓄積していて、鉄粉なども溜まっている様子がうかがえます。表面自体なんですけど、もうね見るからに表面にホコリなどが溜まっています。指で少しこすってあげるともう手が白くなってしまうような、そんな状態になってしまっています。まず最初に製品の噴射口をオンに切り替えてあげます。そうしましたらまず最初にタイヤハウス全体を水で洗っていきます。ここでよく水洗いしてあげてください。水洗いが完了したらモンスターベリーベリーダッシュをホイール全体に吹きかけていきます。なんだか思ったよりも広範囲に噴射してくれるので、プッシュする回数がそこまで多くなく、しっかりとホイール全体に液剤が行き届くので、すごく使い勝手も良いなと思いました。そしてジェルタイプなので、このように密着して液だれがしにくいです。なので鉄粉がある場所にしっかりと留まって鉄粉除去してくれるのが嬉しいなと思います。こんな感じでモフモフのブラシになっています。かなり毛が柔らかくてコシがあります。そうしましたらこちらのサーベラスにカーシャンプーをつけて洗っていきます。で、この洗っている際なんですけれども、先ほど鉄粉に反応したと思うんですが、そちらをこそぎ落としていくようなイメージで洗っていきます。鉄粉除去剤なんですけれども、このブルーベリーの香りによって本当に洗車スティールブース全体がいい香りに包まれていて、嫌な香りもしないし、すごくなんか洗車の空間が上質になってるのを感じます。ホイールの奥やスポークの裏もしっかりブラシが届くのと、こんな感じで引き出した時に液跳ねが全くしないんですよね。これがやっぱりよく考えられているし、洗車中のちょっと嫌なポイントになりにくいのが良いなと思いました。このサーベラス自体すごく柄が長いので、こんな感じで面ごとに洗うことも可能です。洗い終わった様子がこんな感じです。たっぷりの泡で包み込んであげて、鉄粉もしっかり落とせたかと思います。そうしましたらこんな感じで水洗いしていきます。洗い終わった様子がこちらになります。すごくツヤツヤしているし、表面の汚れもしっかり落ちたのではないでしょうか。触ると少しキュッキュッとなるような感じがします。続いてはボディの洗車をしていきたいと思います。今回使っているモンスターベリーベリーダッシュはボディにも使用することができます。鉄粉がついてるかどうかは分からなかったんですけれども、表面を触ると少しねザラザラしてるような印象がありました。ということでまず最初に水洗いしていきます。表面のホコリなどを落としていくイメージです。そしたらモンスターベリーベリーダッシュの出番です。こんな感じでボディ全体にプッシュしていきます。鉄粉が付着しているとそれに反応して紫色に変色してくれます。またジェルタイプなのでボディに密着して傾斜のある部分でも液だれしにくかったです。香りもブルーベリーの香りなので、嫌なちょっと鉄粉除去剤らしい香りっていうものがかなり軽減されているので、そこが良かったなと思います。ちなみにボディの場合は鉄粉除去剤をより行き渡らせるために、こんな感じでスポンジでなじませてあげることも可能です。まあ、時と場合によってね使い分けていただけたらと思います。こんな感じでジェルで密着して紫にポツンと変色している部分がありますね。ここが鉄粉がついていた部分になります。時間が経ったらこんな感じで水で洗い流していきます。洗い流したらボディを泡で洗車してあげてください。普通のカーシャンプーを使用していただいて構いません。で、このモンスターベリーベリーラッシュは鉄粉除去剤ということで、例えばセルフでボディコーティングをする前の下準備としても使えるかと思います。全体を洗ったら水でよくすすいであげます。そうしましたらタオルで拭き上げてあげればボディの洗車は完了です。
ということで、こちらの2つの商品使ってみました。それぞれとっても使い勝手が良かったんですけど、私が気に入った点をご紹介していきたいと思います。まずこちらですね。こちらジェルタイプということで鉄粉に反応してくれたので、そこが良かったなと思います。液状のタイプだとやっぱりサラサラと下に落ちていってしまうので、ジェルタイプでしっかり傾斜がついたボディとかそういったところでも液だれせずにしっかりと密着してくれるのが良かったです。こちらは安心のコーティング施工者にも対応しているということで、自分でのねメンテナンスの幅も広がるのですごく良いのではないでしょうかと思っています。そしてこちらスプレータイプで出てくるので、ジェルといえど結構噴射の範囲は広かったので、そんなにプッシュせずともホイール全体をジェルで満たすことができたので、その点も良かったです。そしてこちらのサーベラスの方なんですけど、こちらは最初説明した通り水跳ねをしっかりと防いでくれているので、泡が飛んでくるっていうことが全くなかったんですね。すごく驚きました。そして毛がとても柔らかくてしなやかに動いてくれるので、ホイールの隙間だったりホイールのスポークの裏側にねじ込む時もすごく柔軟に動いてくれたので、広範囲をしっかりと洗うことができるので、それが良かったなと思います。そしてこの洗車が終わってからも使い勝手がいいなと思うのが、こちら穴が開いてるんですね。なのでなんか S 字フックとかに引っ掛けて干しておくなんていうこともすごくしやすいと思います。なので使い終わった後の機能性もバッチリだなと思いました。ということで今回はモンスターシリーズの春の新商品、モンスターベリーベリーラッシュとモンスターサーベラスを使ってみました。これでね、定期的な車のメンテナンスをしてこのフォレスターさらに大事に乗っていきたいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回の商品は概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。